箱根山を南南西から高い頂のうち左が神山右が駒ヶ岳箱根山は日本の神奈川県足柄下郡箱根町を中心に神奈川県と静岡県にまたがる火山の総称である富士箱根伊豆国立公園に指定されている地名箱根は古くは箱根と記したが同じく箱根山は箱根山と記し箱峰とも言った 箱根山は40万年前に活動を開始した第4期火山である。カルデラと中央加工級二重の外輪山で構成され、内側には足の湖を形成している。現在でも大涌谷などで噴煙や溶などの火山活動が見られ、地震性の火山ガスを噴出する場所もある。箱根火山の熱源であるマグマ溜まりの規模や大きさは不明であるが、 これまでの地震観測の結果からマグマだまりの上端は地下 5km 以下の位置にあると考えられている。山体の南側に大きく侵食された湯河原火山が接している。火山噴火予知連絡会によって火山防災のために監視、観測体制の充実等の必要がある火山に選定されている。山腹、山麓の多くの場所で温泉が湧き出し、古くより 当時場として温泉郷が形成され、箱根温泉が発展した。平安初期以前には、東海道が箱根山の西方を北上、金時山より北の足柄峠を越えて東方へ伸びていたが、富士山の延暦噴火により通れなくなったため、箱根山の南方の箱根峠を通る街道が整備され、交通の要衝となった。江戸時代には、 箱根関所が置かれ、厳しい取り締まりの拠点となった。明治維新以後は、高級リゾート地としての側面も持つようになり、富士やホテル本館などはその頃の面影を今に伝える。戦後は、観光地開発が活発に行われ、リゾート施設、別荘地、ホテル、美術館その他多くの娯楽施設が建設されていった。また、箱根山戦争と言われた巨大グループ同士の、 観光客輸送競争も派生した。前世紀ほどではないが、近年にも温泉テーマパークなどの施設が建設され、多くの観光客、リゾート客が訪れている。箱根山は観光地として発達したため、険しい山の割に鉄道交通も発達しており電車等で足の湖まで行くこともできる。都心から小田急電鉄が特急ロマンスカーを 箱根湯本駅まで直通させており、都心からの交通の便は非常に良い。なお、東海道は現在も東西の重要な交通路であり、また、標高最高地点のある箱根山は最大の難所であったが、東名高速道路や国道246号の開通によって、現在は箱根山付近においては、幹線としての機能を弱めている。もっとも、 観光客などの車で今なお交通量は多い。その他国道138号や各有料道路が走っている。降落期には全山で渋滞が見られる。2007年箱根火山として日本の地質100選に選定され、2012年9月には箱根ジオパークとして日本ジオパーク認定を受けた。矢倉沢峠付近から見た。 箱根山カルデラの山々。小尻の先に、足の湖が広がる。活動期は、古い方から順番に、古気外輪山、新気外輪山、中央加口級の三つに大別される。箱根火山の活動は、約40万年前に始まり、何度も噴火を繰り返して、 約25万年前には小箱根火山と呼ばれる標高2700メートルにも達する富士山型の清掃火山が形成された。その後も噴火を繰り返し、約18万年前に空洞化した地下に山の中心部が陥没して大きなカルデラが誕生した。この時周りに取り残されたのが塔の峰、明星が、竹、明神ヶ竹、丸岳、三国山。 大観山、白銀山など海抜1000メートル前後の古木外林山である。金時山は外林山の一方のように見えるが、小箱根火山の山腹から出た川火山である。カルデラ誕生後の2万6000年間ほどは穏やかな活動を続けていたが、約13万年前から再び火山活動が活発になり、カルデラ内に小型の縦状火山ができた。 約5万2000年前、この縦状火山が破局噴火を起こし、再び陥没して東部から南部に半月型に取り残されたのが、浅間山、高野巣山、病部山などの新規外林山である。この噴火で、西は富士川から東は現在の横浜市郊外にまで約50億立方メートルの火砕流で覆われた。この火砕流で堆積した火砕物は、 東京軽石や、箱根東京軽石と呼ばれている。中央加工級と足の湖。中央左が上山、その右が駒ヶ岳。右が上双子山。約5万年前になると、カルデラ内で、再び火山活動が始まり、先上山が形成された。先、深山の活動は、噴煙柱を形成しながら、軽石の噴出、累質岩肩多く噴出。先、 新山の一部を崩壊させ、早川泥流 CC に形成と変遷した。その後は、年性の高い溶岩の大規模な流出に伴う溶岩ドームの形成と溶岩ドーム崩壊型火砕流の様式に変化し、中央火口球群を形成していった。大河、竹、箱根駒ヶ竹、上双子山、下双子山などの溶岩ドームができた。 この時の火災流により、旧早川がせき止められ、現在の戦国原一帯に、戦国原湖と呼ばれるカルデラ湖が誕生した。最近1万年間の活動は、カルデラ内の後期中央化高級群に限られている。この時期の活動の特徴は、マグマ噴火は溶岩、または溶岩ドームの形成と、溶岩ドーム崩壊型火災流の発生とされている。マグマ噴火は、 の3回が確認されている。約3000年前、神山北西斜面で山体の多くを崩壊させる大きな水蒸気爆発が発生。これにより、大涌谷が生まれ、水蒸気噴火によって引き起こされた土石流により、千石原湖の半分以上が埋没して、戦国源となり、また、早川の上流部がせき止められて足の湖が誕生した。以降。 水蒸気噴火が約3000年前、約2000年前に発生した。有志以降の活動は大涌谷周辺での水蒸気噴火に限られている。12世紀後半から13世紀の短い期間に3回、21世紀に1回、2015年5月6日、活動が活発化し、気象庁は噴火警戒レベルを1から2に引き上げ、さらに6月30日には、 ごく小規模な噴火が起きたとして、噴火警戒レベルを3に引き上げ、箱根町は大涌谷周辺半径 1km に避難指示を出した。その後活動は収束に向かい、同年11月20日には噴火警戒レベルが1に引き下げられている。1000m 級の山が連なる箱根地域は、全体的に山岳的気象を示している。特徴としては、 雨が多く天気の変化が激しい。梅雨時には南西の風が強く、6から7月には霧が出やすい。9月の長雨時期にもかなり多量の雨が降る。動物は小動物や鳥類、昆虫類が多い。大観山近辺では日本ルの姿が確認されている。その他には、イノシシやノウサギ、イタチなどが見られる。や、 タヌキなどは滅多に見ない。また、鳥類は200種類以上が確認されている。温暖で雨が多いため植物の種類は豊富。シダ植物以上の高等植物は1800種類以上が確認されている。金時山より、中央加工球を望む奥から神山、大枠谷、大河、大河竹、仙石、右に、足の湖。金時山。富士山の眺望を求めて、 多くの登山客が訪れる。箱根山北部の金時山から足柄峠に至るあたりは足柄山とも呼ばれ、金太郎の記事として知られている。足柄山は金時山の別名とされる場合もある。発表都市順。ありがとうございます。